俺たちのジャパンへようこそ。自家用車、タクシー、電車、新幹線、バス、日本にはあらゆる移動手段があり、どの手段を使っても大抵は時間通りスムーズに目的地までたどり着けます。しかし私たちにとって当たり前のこの光景も、海外からするととても恵まれた環境なんですよ。今回ご紹介するフィリピンはアジアで最も交通渋滞が深刻な国と言われています。そこに引っ越した日本人はどんな体験をしたのか、そして日本製の地下鉄が導入されると知り現地の反応はどんなものなのか、それらをご紹介していくので最後までお楽しみに。僕は日本人のサラリーマンで名前は鈴木。数年前からフィリピンでの仕事を任されて単身引っ越してきた。海外で暮らす経験は初めてだったけど、もともと好奇心旺盛な性格だったからあまり抵抗はなかった。転勤先もマニラという発展した都市だから、東京生まれ東京育ちの僕もすぐに馴染めると思ったんだ。だけどその考えがすごく甘かったということを痛感させられるなんて僕は知る由もなかった。マニラに到着すると想像していた以上の都会ぶりに驚いた。東京にも多くない高さのビルが立ち並び、きらびやかなショッピングモールが駅前にいくつも立ち、とても賑やかだ。仕事はもちろんだけど、せっかくなら休日も楽しみたいと思っていたので、バラエティ豊かなマニラの環境にワクワクが隠しきれなかったよ。でも実際に暮らし始めて、フィリピン、そしてマニラで暮らすことがどれだけ大変なのかすぐに分かった。僕はいずれ車を購入するつもりだったけど、初めは持っていなかったので交通機関で職場へ向かうことにした。そのため家の最寄りのバス停からバスに乗ったんだけど、全く進まない。余裕を持って30分前に着くバスに乗ったのに、到着したのはなんと1時間遅れだったのだ。新人ではなくチーフとしての転勤だったため、怒られたりクビになったりという心配はなかったものの、初出勤で遅刻とは信用問題に関わると思い、ものすごく焦って出社したのを覚えているよ。渋滞がすごかったけど、どこかで事故でも起きていたのかな。心の中でそう思いながら初出勤のオフィスへ走って向かった。オフィスに到着して謝ると、すぐさま唯一の上司がこう言った。大丈夫大丈夫、渋滞だろ。僕は理由を言ってもいないのに当てられたことに驚いて、なぜ分かったのかと尋ねた。すると、そんなの日常茶飯事だからさ、とケロッとした様子で言うのだ。そしてどれくらい遅れたのかと聞かれて1時間だと答えると、それならまだいい方だね、と笑う始末。バスが1時間遅れでいい方だなんて、今まで暮らしてきた日本ではとても考えられない。よっぽど大きな事故で突然の通行止めになっても、なんとか回り道をして終点まではたどり着けるだろう。だけどそんな話は聞いたことがないくらい、僕はバスが定刻通りに発着することを当たり前だと思っていた。だからこの時の僕は、初出勤の僕を慰めるために優しさで言ってくれているんだな、と解釈した。バスが1時間も遅れるほどの渋滞が日常茶飯事なんて、とてもじゃないけど考えられなかったから。その日の帰りも30分遅れで最寄りのバス停に着いたけど、これも偶然だと思ったんだ。そしてその翌日、前日の遅刻もあったので、さらに1時間早いバスに乗った。たとえ昨日と同じくらい遅延しても始業時間には間に合うし、早く着いたら昨日教わった仕事を復習しようと考えて。でも僕は結局始業時間に間に合うことができなかった。2日連続で本当に申し訳ありません。僕は上司にも周りの社員にも必死で謝った。だけどみんな怒ることなく、渋滞はどうしようもないからね、というだけ。オフィスのみんなのこの対応にはすごく救われたけど、これでやっと
マニラは日常的に交通渋滞が起こる場所なのだと認識することができた。それからバスを利用するうちに、交通渋滞はその日によって前後はするけど、短くても30分、長い時は2時間ほど遅れることが分かった。そのため最悪のことを考えて、僕は始業の2時間前には家を出るようになった。しかし30分しか遅れない日は早く着きすぎて困るし、かといって30分で着く保証もないから遅く出ることもできない。別に遅れても渋滞は仕方ないよというスタンスの会社ではあったから、遅れてくる人も多かった。とはいえ、自分が遅れたせいで他人に迷惑がかかるというのは許せなかったので、僕は毎日2時間前に家を出るのを欠かさなかったんだ。だけど一方で、遅れてくる人がいることで仕事が進まないのも事実だった。僕も最初の頃は渋滞で遅れることへの理解があったから、社員の信用を失うことなく会社に馴染むことができた。だからそれを否定する気は全くないのだが、極端に言えば3時間4時間遅れても渋滞がひどかったからといえば済んでしまう。それが本当に渋滞のためなのか、他に理由があったのかは本人以外にはわからない。そのため始業時間という概念はあってないようなもので、全員が揃うまで会議が始められないなんてこともざらだ。こうして仕事がなかなか進まないことに、僕はどんどんフラストレーションが溜まっていってしまった。日本は少しでも遅れたら白い目で見られるし、むしろ渋滞していたから遅れたと言っても、それを見越して家を出なかったから悪いとさえ言われる社会だ。一度離れてみたら、それはすごく窮屈だったんだと感じる一方で、マニラはあまりに寛容すぎるので困るとも感じた。ちょうどその間くらいの、遅れても責めないけどなるべく時間は守ろうくらいができればいいんだけど、そううまくはいかないな。そう思いながらも、オフィスには日本人が僕しかいないため、圧倒的少数派だった。だからマニラの雰囲気に合わせながら何年も過ごすことになった。それからマニラの渋滞でストレスがたまるのは、もちろん仕事の日だけではないのだ。僕はもともと車の運転が好きだったから、日本にいた頃は休日のたびにドライブへ出かけていた。友達や恋人と一緒でも一人でも行くくらい。だからマニラへ引っ越してきて半年後には新しい車を購入したんだけど、毎日渋滞が当たり前のこの年で爽快にドライブをすることなんて不可能に近い。マニラを出れば徐々に渋滞も緩和されるので、もちろんその方向に向かって車を走らせるんだけど、出るまでに相当な時間がかかる。平日でも混んでいるのだから、休日になればさらに混雑しているのは当然だ。だから相当な早朝に出ないと昼間のうちにドライブを楽しむことはできないため、寝不足になることもしばしば。体は疲れるけど、心のリフレッシュのためには欠かせないし、体にも心にもいいマニラの渋滞との付き合い方を僕は相変わらず見つけられずにいた。とはいえ、これだけ人々を苦しめている交通渋滞をフィリピン政府も放っておいているわけではない。一応渋滞を緩和させるための対策を行っている。中でも代表的なのがカラーコーディングという規則。これは車についているナンバーの末尾によって道路を走行していい曜日といけない曜日が決まっているというもの。それによって一日一日の交通量を減らそうというわけなんだけど、正直それぞれの日で交通量が変わっている印象は全くない。というのもルールはそこまで徹底されておらず、走ってはいけないナンバーの車が走っているのもよく見かけるからだ。その量が多いので警察が徹底的に取り締まっているということもなく、ルールはあってないようなもの。まさに飽和状態なのだ。僕は一応守ってはいるものの、この対策が功を奏しているとはとても思えない状況である。僕もそんなマニラでの生活にほぼ諦めの気持ちで慣れてきた時のこと
なんとマニラ初の地下鉄が日本により製造されるとの発表が。マニラには地下鉄がなかったため、それだけでもだいぶ交通渋滞が解消されるのではないかと期待できる。それに僕にとっては慣れ親しんだ日本が作ってくれるということで、期待感もすごく高かった。もちろんすぐにできるわけはないから、かなりの時間がかかると思うし、僕がそれまでマニラにいるかもわからないけど、それでもマニラからこの苦しい交通渋滞がなくなると思ったら、とても幸せな気持ちだったのだ。その発表の後、初めて会社へ行った時、社員が僕のところへ集まってきた。そして口を揃えて、日本が地下鉄を作ってくれるって聞いた？と言ってくるのだ。もちろん楽しみだな。僕はそう答えたけど、社員たちは僕と同じ、いやそれ以上に興奮した様子で尋ねてきた。日本の地下鉄ってどういう感じなの？鈴木さんは地下鉄乗ったことはあるんだよね？その勢いに驚きつつも、自分の国のことに関心を持ってもらえるのはどんな理由であれ嬉しいことだ。地下鉄は通勤に使うから毎日乗っていたよ。時間通りに来てくれるから遅刻しなくて済むし、日本は交通渋滞も頻繁には起こらないかな。もちろん場所によるけど、マニラでも日本と同じように地下鉄が作られたとしたら、きっと僕らの生活はもっと快適になると思うよ。僕がそう言うと、彼らは目を輝かせて喜んでくれた。そしてその中の一人が言ったことに、僕は驚くことになる。日本の作ったものって性能が素晴らしいから、フィリピンが日本を選んでくれたことがすごく嬉しいよ。それに周囲の社員たちも、わかるわかると頷いているのだ。彼らと今まで日本について話すことはあまりなかったから、そんなイメージを持ってもらっているなんて知らなかった。日本のものは丈夫だし、壊れにくいし、地下鉄は命を預けるわけだから日本が適任だよね。遠く離れた国の人たちにそこまで褒めてもらえる、そんな国の出身であることがとても誇らしく思えた。そう言ってもらえて日本人として嬉しいよ。ありがとう。僕はマニラに地下鉄が来るワクワクと、生まれ育った日本が褒めてもらえた喜びですごく幸せな気持ちになった。それから数年、現在もまだマニラに地下鉄は通っていないけど、日本の計画は少しずつ進んでいるらしい。待ち遠しくて仕方ないけど、確かに現実として僕らに近づいてきているマニラの地下鉄に、僕たちは希望を持って待ち続けている。そしてマニラの人々の希望の星である地下鉄を作る日本、その国の出身者として恥じないような振る舞いをしようと、僕の背筋も正してくれている。2025年の始動が楽しみで待ち遠しいよ。日本の製品が丈夫で安心できるのは全ての国の人が思っているんじゃない？だけど高いから貧乏な国の人は買えないんだ。毎日渋滞って気が遠くなりそうだ。せっかちな僕は絶対マニラで暮らせないと思ったよ。遅刻の言い訳が全部渋滞で済むのは便利だなって思っちゃった。でも遅れた分遅くまで働かされたりするのかな？かなり前からこのニュースを聞いている気がするけど、地下鉄を作るのってかなり時間がかかるんだね。現地の人は待ち遠しいだろうな。フィリピン・マニラの地下鉄は2025年の運行開始を予定し、現在トンネル工事が進められています。総額7500億円がかかるこの地下鉄は、全長36キロ、13カ所の地下駅と4カ所の地上駅が作られる予定です。またマニラ空港にも開通することから、観光客などの利用も増える見込みがあり、世界中から注目を浴びています。トンネル工事は日本の清水建設、藤田、竹中土木とフィリピン企業が協力して工事中で、現段階は順調だということです。また
人々が実際に乗る車両にも注目が集まっていますが、こちらは住友商事と JR 東日本の傘下である総合車両製作所が担当。東京中心部を走る山手線に使用されているステンレス製車両が予定されています。エピソードでも出てきたように、日本製は車両の安全性や丈夫さなどに定評があるので、今後どういった車両が出来上がっていくのか楽しみですね。2025年まではまだ時間がありますが、時間をかけた分、現地の人を喜ばせられる地下鉄が完成するはずです。なんだか私たちもその日が待ち遠しいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。